あったわ、この本ね。でも楽譜の情報は多くないわね。何が書かれてんだ？古の儀式について書かれてるわ。楽譜に関して書かれてるのは一部だけよ。あの天行の塔は神の息吹の祭壇。古代の空島の人々はそこで神の息吹を称える旋律を奏でた。その歌を知っている者だけが神の息吹に会えたと書かれてるわね。え、神の息吹を称える歌。ええ、救いの日差しという曲が書かれてるわ。私その歌を知っているわ。昔から何度も聴いているもの。楽譜なんかなくても大丈夫よ。本当か、リム。ルフィ、天行の塔に戻りましょう。これで、あの部屋の謎が解けるわ。どうすんだ、リモン。黙って聞いて。これが、救いの日差しよ。なんだ？変わった歌ね。本当にこういう歌なの？歌は合っているはずよ。でもほら、長い間歌ってなかったから。失礼します。うまく演奏できました。ツールが現れたぞ。やったな、リム。ブレック、こんな仕掛けがあったのか。このメロディーを覚えていたリムさんのおかげですね。いいえ、あなたのおかげよ。ありがとう、ブレック。よほほほほ、恐縮です。よし、これで先に進めるな。アディオ、待ってろよ。アディオ、待ってリム。すぐに追わねえと、この塔は危険だぜ。あ、リムがもういない。みんな、急いで追いかけるぞ。気をつけろ、上に何かいるぞ。
CP9、 それもあの二人だ。動物園かよ。鳩のやつもあいつもどっちもぶっ飛ばす。メモリアで会った時より力が上がってやがる。おいおい、嘘だろ。関係ねえ、ぶっ飛ばして先に進むぞ。俺の番だな。準備できてるな。ゴムゴムのジェット。乱脚ネジ白人。俺は諦めねえぞ。みんなで力を合わせるんだ。これで大丈夫なはずだ。サンダーボルト、ジェット。俺がゴムゴムのブレット。まいったわい、ここまでかも。なんであたしなのよ。おめえら、ウェポンズレッド。怖くなんてねえぞ。残らず地獄に飛ぶ志願。開きたいって言ってるでしょうが。俺がゴムゴムのジェット。ぶちのめしてやっ。俺だって強くなっ。なんだと。ドクター、ドクターレーヌ。俺、ちょっと強っ。こうしてコツコツ成長。早くリムを追わねえと。またヤバそうな感じだな。
ありえない組み合わせね。どっちも俺嫌いだ。ワニもミンゴもまとめてぶっ飛ばす。ねえ、ひょっとしてこいつらも。よほほほほ、どっちにしろやるしかねえんだ。よし、みんなやるぞ。行くわよ、サイクロンテンポ。デザートラスパーダ。俺は諦めねえぞ。いちちちちち、ゴムゴムのビッグ。効かねえよ。よし、ヒット。次はないわよ。俺たちで見せてやろうじゃねえか。スーパー、今がチャンスだ。この世に治せない病気はないんだ。ああ、気が利くじゃねえか。いけるか。デザートラスパーダ。めちゃめちゃ効いたぞ。特別に見せてあげる、私たちの絆。サンダーチャージ。ウィングアーム。負けられねえよな、こんなところでよ。フランキー、ラディカルビーム。怖くなんてねえぞ。待ってろ、アームポイント確定。クラッ。まずいわね。こんな雲の巣が来。よし、ヒット。いてえよ。こいつ強えな。ゴムゴムのブレット。ふざけるな。俺様のそこを動くなよ。ほら、雲の巣が来。いっしゃ、いっくん。なんで私なのよ。いけるか。次はドイツだ。ゴムゴムのブレット。負けられねえ。バーン。
の秘訣を。アームポイント黒点ダイヤモンド、うん、やったー倒した。もっともっと俺は強くなる。さすがに大岡七部会を二人同時に相手するのは応えますね。またなんかいるのか。邪魔するやつは俺が全部ぶっ飛ばす。あらら、麦わらの一味勢ぞろいとはね。無謀だね。全員ここで死ぬよ。貴様ら海賊は生かして返さん。待て待て待て、ちょっと待てって。ほら見ろ、ロビンでさえ言葉を失ってるじゃねえか。いいから構えろ、来るぞ。またお前らか。けど俺はもうお前らには負けねえ。ウェザーエッグ生まれておいで、雷ちゃん。サンダーブリード。合わせろおめえら。肩慣らしといくか。三刀流ワンドフォー大運か。やるな。よし、みんな準備できてるな。ギアセカンド、ゴムゴムの。レッドホーク。そうね、仲間の力を見せてやる。俺が万能薬になるんだ。ありがとう、ちょっ。おう、いつでもいいぞ。塩ビマヨネーズ鬼くれ。悪は根絶やしにせんと。ぶっ飛ばしてやる。いや、サード。ゴムゴムのギガントピストル。おお、こ
までかね。なんで私なのよ。近寄らないでよ。ここは任せてもらおうか。アイスタイムカプセル。次はないわよ。サンダーランスクーポン。ひどいことするじゃないの。いけるか。いくぞ。ゴムゴムの。いけよルフィ。高み。レッド。なんかいねえぞ。待ってろ。俺が。くらえ。邪魔だ。あららら。あらら。しくじっちまった。アイスタイムカプセル。やってくれたわね。これで終わりだ。まだじゃ。まだ終わらん。まずいわね。こいつ強いわ。いや、こんな。あららら。怖くなんてねえぞ。これで元気になるぞ。おう、ぶっ飛ばしてやる。あらら、しくじっちまった。アイスタイムカプセル。もう少し休ませてくれてもよかったのに。いくぞ。これで終わりだ。あらら、こりゃ、まいった。俺の方が強い。それだけだ。だ、助かった。あの三大将相手に嘘みてえだ。キューブのデータは完全じゃないとリムが言っていたわ。そのままの強さを再現できなかったのね。勝ちは勝ちでしょ。さあ先を急ぎましょう。懲りない奴らだ。ハハハ、会いたかったぜ、神の息吹。
海王類と見まごう巨大な体にまがまがしい嘆願。ガキの頃俺のじいさんから聞いた通りの姿だな。好きなだけ暴れるがいい。俺はお前を止めやしないさ。ただお前の主人が誰かはっきりさせる必要はあるかな。俺のコテコテにはこんな技もある。アジェンテ、こいつでギュッと握るとな。俺のコテコテの能力は船だろうが兵器だろうが操縦桿さえあれば何でも操れる。これは賭けだ。俺の命と魂を賭けだ。もちろん負ける気はねえ。さあおとなしく俺に従いやがれ。どうだ神の息吹、こんな巨大兵器を本当に操れるか一か八かだった。だが俺はやり遂げた。俺は賭けに勝ったんだ。さあここからだ。俺は世界を作り直す。この力を使ってな。答えてみやがれ神の息吹、誰が主人だ。による攻撃と思われます。この威力がゆえのバスターコールか。後方より援軍が到着します。いかがいたしますか。陣形を広げろ。四隻で挟み撃ちだ。敵に的を絞らせるな。この任務はバスターコールである。巨大兵器の破壊が確認されるまで攻撃の手を緩めるな。何隻でも来いよ。時間ならある。最後まで付き合うぜ。アディオ、お前か。これはどういうこと。嵐の結界を消して仲間を迎えるために神の息吹を止める必要があったのではないの。どうしてこんな。そうだな、リム。お前には話しておくぜ。こいつは大切なことだからな。リム。ありがとな。お前の役目はここまでだ。リム！リムの能力は俺にとっちゃ危険なものだったのさ。俺の力もキューブにされて奪い取られたんじゃたまらねえからな。これで俺を邪魔するものはなくなった。リムは、お前が仲間を呼び寄せるのを助けようとしてたんだぞ。友達じゃねえのかお前。
リムが友達だと？くだらねえことを言うなよ。まあ、あいつは俺にとっちゃ都合のいい道具だったさ。神の息吹は雨、雷、吹雪、あらゆる気象を自在に操ることができる。お前が電気を受け付けない体だとしても、鋭利な氷をまとった雷ならば防げねえだろう。おいおい、面倒をかけるなよ。逃げ出すなら見逃してやろうと思ってたんだぜ。本当さ。わかったか？俺のコテコテで掴んだものはこの通り俺の思うがままに操れる。だと？こんな化け物じみた古代兵器すら従順なもんだ。こんなでけえ兵器すら自在に操るか、厄介な能力だな。お前の刀と同じだ。これも俺の力さ。お前、俺を助けてくれた時にそのコテコテの力は守るための力だって言ってたじゃねえか。そいつは誤解だぜ、ウソップ。お前らを守るだなんて言ってねえ。俺のこの手が守るのは俺の夢だけだ。なんて一撃だ。骨の髄までしびれちゃいました。思い出の旅はご苦労だったな。コテコテの身の能力でリムを操り、お前たちの力を奪った。リムは衰弱しちまったが、全ては俺の想定通り進んだってわけ。メモリーに行くたびにリムが弱っていった。あなたの能力の影響だったのね。そうだな、コテコテの技はリムには負担だったよ。リムは何も気づいてねえだろうな。先客があってな、お前たちは後にしてやる。追ってくるなら容赦はしねえぜ。考えられるのは一つだけね。リムもキューブによって作られた存在だったということよ。嘘だろ。ありえるのかそんなこと。そもそも作られた存在って分かんねえことが多すぎるぞ。誰が、なぜ、どうやって。キューブは自然のものではない、リムが言っていたことよ。ならば誰かリムを作り出した人がいる。だがよ、この島にはリムの他にアディオしかいねえぜ。アディオに聞くしかねえな。待ってろよリム、絶対に元に戻してやる。みんなアディオの後を追うぞ。アディオを追うぞ。
アディオは南の浜辺の方に向かったわ。